もうあの広告っていう時点でもう自分の中で完全シャットアウトしてるから、あの次進むがあったら押すし、押せないんだったらもう他のブラウザ開いて別のことするっていう。だからほら広告見たら負けな気がしない？自分の人生の時間を奪われたっていう。だから分かるでしょこの感覚。分かるよ。あのアマゾンとかに飛ぶ時もなんかあの22っていう数字があったらまず消すからね、うん、でなんか買う時は必ず別にありがとうの気持ちで君損するわけじゃないんだからいいじゃん22で。でも買うときはあの自分の別アカウントで貼ってでそこで自分で買うって、いやそれで 1% とか戻ってくるんだよ。あ、でも楽天で買うときも必ず、うん、アフィ用アカウントと買う用アカウント分けてるもん。うざいなぁ君。え、だってそうすると1割とか安くなるんだよ。買わなきゃいいじゃん君お得意のもらえよ。ツイッターでつぶやいてなんかもらえよ。 1% の違いで、だって 1% って人生50年さ、じゃあそれでさ買い物続けてごらんなさい。車1台分ぐらいになるんじゃないの。違う、ね、まあ積み重なればね、それだけずっとアマゾン使い続けるのかどうか分かるけど、あとほら年間規約違反でアウトじゃね。やってませんたまたま同姓同名の人でした。ああなるほどね、うん、あアニメタの方の、そうそうそう、それもそれで問題になるからやめとこうか、まあ、それもそれでやめとこう、まあ、たまたま、うん、違う人違う人、うんね、同じ人多いから僕ね、せこい、めんどくせえ、はい、優秀な人多いんですよね、西村ひろゆきさん。あ、まあほら 1% って株で 1% 利益上げるのがどれだけ大変かって。そうなんですよ、うん、あのね、こういう細かい積み重ねで差ができるんですよきっと。君どちらかというとこうバーン張ってドーン上がってイシャーっていうタイプじゃん。そうだったっけ。にちゃんとかもそうじゃん。張ってないもん。まあ君のコストだけだよね、うん、あとはこのボランティアっていう名前、はい、奴隷をたくさん使うことによって、はい、だから僕ねギャンブルダメなんですよ。あギャンブルは勝てないっていうのがもう分かってるので。確かにね、